お疲れ様です。お疲れ様です。本日は、はい、名古屋市中村区。今日はベランダの本当に、まあ、3平米あるかないかぐらいのとこかな。防水に来てるんですけど、はい、ちょっとさ、最近本当すごいコメントが来て、ちょっと気になることがあって、はい、これって何、職人さんが見てんのか、それともお客さんか。うん、で、まあ、職人さんだったら、まあ、足場、塗装、シーリングっていろいろあると思うんですけど、うんうん、どういうの見たいかなっていうのは、やっぱ今、こういうの作ってほしい、ああいうの作ってほしいっていうのは、まあ、来るんですけど、はい、まあ、俺は職人さんが見てくれてるなっていう感触はあるんですけど、うん、塗装で悩んでる人、うん、もうどれぐらい見てるのかなっていうのもやっぱ知りたいんで、もしよかったら本当にそのコメント欄にこういうことで見てますっていうことをちょっとぜひコメントください。参考にしてやっぱいい動画作っていきたいなと思ってますんで、なんか真剣な話しちゃったな。はい、はい、じゃあ今日は寺西先生の塗装講座、はい、ウレタン防水編で、ウレタン防水編ね、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。今から2層目を塗っていきたいと思います。はい、はい、立ち上がりと平場で普段材料を分けてるんですよね。これは中粘土用ってやつ使ってます。へえ、もっと立ち強い時とかもっと流れやすい時期とかはもう立ち上がり用っていうのを使ってます。ベランダの戸建てぐらいだったらもう中粘土で厚めに作っちゃえばいいので、はい、分けてますね。広場用は広場用で、はい、結局俺が突っ込まんと盛り上がらんのかい。そうですね。これ平場用ですね、うん、結構もう次厚めに塗ってきます、はい、でもう見てたらちょっと無駄に思うかもしれないんですけど、うん、レベリングって言って、うん、高いところから低いところに流れて、うん、平らになるような仕組みになってるんで、はい、いい感じの防水剤です。放送事故や。いきます。はい、そんなちっちゃいハゲであるの。そうです、こういう狭いところとか。あ、そう、狭いとこね。はい、こういう狭いところはこういうので入れなきゃいけます。近いですね、すごい。まあ、モフモフが音を寄ってるんじゃないですか。モフモフがライブがね、モフモフ。で、今回立ち上がりも、もう込みで やりたかったので、もはい、厚めに作ってます。ちょっと地味な作業が続くんですけど。なんか塗り方コツあるんですか。コツは材料が濃いので、はい、ハケ目出さずに。ハケ目を出さずにって結構難しくない。そうですね。あと厚みを均等に塗ります。均等にするためのなんかコツあるんですか。均等にするためには材料を塗るスパンを決めちゃって、そのスパンの真ん中に置きます。あ、次の前のところとこうやって鳴らして繋げて。硬いので本当に材料が。ちなみに立ち上がりからやっぱりやるんだね。そうですね。それは何理由がある。立ち上がりからやった方がいいよっていう。平場塗っちゃうともう歩けないので、うん、あ、そうかそうか。防水はもう一番大事なのはもう膜厚なので、ま、とにかく膜厚だ。そうです、塗装と一緒なんですけど、豚の毛みたいなやつよね、その毛。そうです、豚毛です。ちょっとだって硬いんだわね。そうです、腰がすごい、うん、このハケ目とかある程度レベリングで治ってくるんだわ。だけどある程度こう固めていくことで、うん、まあ、肉厚つけてやるっていうのが、まあ、大事じゃないかな。防水やるとさ、防水屋さん来ると結構な金額になるわけ。中塗りと下塗りとか置いてかなかんでしょ。ああ、はいはいはい。乾かし待ちがほとんどなんだ、はいはいはい。要は下塗り、プライマー入れてね、うん、接着剤塗った後に樹脂2回入れるもんで、うん、3回でしょ、うん、その後にトップコードって4回入れるわけや、うんうん、こんなところさ、作業自体は30分とか1時間ぐらい終わっちゃうわけ、うんうん、だけどじゃあその乾き待ちでほとんどで、あ、もう1日で終わんないか終わるかみたいな作業になっちゃうから、うんうん、だったら塗装やりながら、うんうん、でここ塗っといて屋根行ったとか、ここやっといて壁塗っていくとかやれば効率がいい。そうそう、効率がいい、うん、そうそう、人間の手間が一番高いから、この商売はね。なるほど、うん、だから皆さん塗装屋さんでもこのウレタン防水密着ぐらいはできるんで、うん、まあ、やってもらうっていうのは、まあ、大事だよな、うん、ローラーとかも使えるんでちょっとやってみましょう。仕上がりは綺麗だよ、塗装職人さんの方が下手したね。使ってる道具ほとんど一緒なので。そうそう、ローラーになりましたね。ローラー、これが使ってますね。はい、なるほど、もうできます。で、結局2回塗ってちょっと樹脂の肉厚が足りんなと思えば3回塗っていくんだよね。そうですね、うん、ある程度乾いてからまた肉厚乗せれるじゃん、はい、濡れとるうちに何回塗っても同じだよ、拾っちゃうから。そうそう、乾いてから塗るから肉厚がついていくわけよ。そう、逆にハゲて拾っちゃうじゃん、うん、これもう全然違う。下塗りっていうかプライマーと何ちゅうのこれ、中塗りちゅうか。中塗りっすね、中塗りじゃない、ウレタン樹脂の、はい、うん、で、これも上塗り、全然違ってくるでしょ。そうですね、まあ、本当ですね、うんうんうん、だから、うん、これでもちょっと足りんなと思ったらもう一発入れやいいだけだもんね、うん、皆さん、その最初からいきなりね、2回できちっと止めようっていうかね、肉厚作ろうって難しいことだから、きりいいとこまで塗ってきますんで、はい、ちょっと見ておいてください。あ、ここはもう結構たっぷり塗ってる。そうですね、まあ、歩くとこだと余計肉厚入れるんかな、やっぱり。そうですね、うん、砂地が小石とか見えないぐらい
ちなみに何でもかんでも肉厚いよけ、あの厚けりゃいいってもんじゃないけど、ある程度肉厚つけてもいいよね。こうやってローラーでいけるぐらいはね。塗装職人さんって結構水性使うでしょ、多分皆さん。そうするとやっぱ中が乾かない、あまり肉がつけると乾かないっていうことが起こると思うんですか。それはない、樹脂はね。で、匂いもそんなだね、思ったよね。またトップコートの方がちょっときついかもしれない。あ、そうかそうかそうか、はい。まあここがっていうか2回塗りだね。下塗り入れて中塗り、下塗りっていうのはあのプライマー透明なものね。で、これ樹脂、こっちが樹脂を2層目だね。2層目 で最後これ乾いてからトップコート入れます。ドレーンのところは塗装します、はい、これもあるね。でこれ交換するっていう会社もあるけど、まあ、それってあのウレタンとか絶縁とかしっかりやった場合ね。まあそんな感じです。はい、はい。今日はじゃあ防水ウレタンの樹脂そうな話でしたでしたね、はい。さっきのあの中盤に行ったね、どんな人が見てるか、ぜひ、はい、職人さんなのか一般の人なのか興味ありますんで、ぜひコメント欄と、まあ、チャンネル登録もね、こういう熱いトークかましとこうかなと思ってるので、もう深掘りしていこうと思って一つ一つ、うん、チャンネル登録してくれると、まあ、助かります。じゃあまた見てね。また見てね締め悪いな